9から5は、スウェーデンの自動車会社サーブが1997年から2011年にかけて製造、販売していた乗用車である。1987年にデビューしたサーブの最高級車種の9000の後継として、ゼネラルモーターズ参加に入った後の1997年の秋に発表された。日本やアメリカ市場には1998年から導入された。 2002年と2006年にフロントグリルやリアランプ周りのデザインを中心にマイナーチェンジが行われた。なお、2009年12月に中華人民共和国の北京議車との間で第1世代9から5の知的財産権とパワートレイン技術、生産設備一式を売却することで基本合意している。ゼネラルモーターズ傘下のオペルとの共通プラットフォームが使用され、エンジンを オペルと共通のものが一部グレードで使用されていた。ボディタイプは4度アセダン型、ステーションワゴン型のエステートの2種類がある。エンジンは2.0リットルの直列4気筒ターボ、2.3リットルの直列4気筒ターボ、3.0リットルの V 型6気筒のガソリンエンジン、さらには、スズ自動車製の V 型6気筒ディーゼルエンジンなどがある。年式。 グレードにより出力などが変更されている。全席シートヒーターが全グレードに標準装備されるほか、ドアハンドルや各操作系が手袋をつけたままでも操作しやすいデザインとなっている。また、フロントスクリーン用のウォッシャータンクが大容量のものとされている。ヘッドランプのワイパーもオプションで用意された。サイドエアバッグや ABS、e c などの安全装備が用意されるほか、 トランクスルーや数カ国語での表示が可能なインフォメーションシステムトリップコンピュータも標準装備された。イグニッションキーの位置はサーブの電灯を踏襲してセンターコンソールに置かれている。ルーフのフィンタイプアンテナをいち早く採用した。輸入はヤナセにより1998年により開始された。後に GM アジアパシフィックジャパンに移行している。 エンジンは2.3リットルの直列4気筒ターボと3.0リットルの V 型6気筒のガソリンエンジンを搭載したモデルが販売されている。全席シートヒーターのほか、サイドエアバッグや ABS、e s c などの安全装備が標準装備された。2002年と2006年にフロントグリルやリアランプ周りのデザインを中心にマイナーチェンジが行われ、グレードもリニア、アーク、 ベクター、エアロと分けられた。2009年にはセダンの輸入が終了し、日本に輸入されるモデルは第1世代のエステートの1車種1グレードのみとなった。2009年のフランクフルトモーターショーで試作モデルが発表された。第1世代と同様にゼネラルモーターズのプラットフォームが使用されるものの、ボディサイズは全長が5メートルを超えるなど大型化された。 エンジンは、直列4気筒の1.6リットルターボ、1.8リットルターボ、2.0リットルターボの、他、V 型6気筒の2.8リットルも用意されている。また、トランスミッションは6速 AT と6速 MT が用意、されている。2010年より販売されることが発表されたものの、ゼネラルモーターズの経営機器による、参加離脱と経営権のスパイカーカーズへの譲渡の、 決定を受けた後に生産が開始された。ボディは4ドアセダンのみ。ワゴンボディのスポーツコンビはパイロットモデルが試作されたものの2011年末にサーブが経営破綻したことで量産はされなかった。スポーツコンビ2011年3月18日に発売された。エンジンは2.0リットルの直列4気筒ターボと2.8リットルの V 型6気筒ターボを搭載している。グレードは、ベクター、エアロの2グレード3モデルで、9から5としては、初めて、XWD モデルが投入された。2011年末、サーブの経営破綻に伴い販売終了。ありがとうございます。